原初カバーフラットランド多次元の冒険は、エドウィン・アボット・アボットの小説である。1884年間。二次元の平面世界を舞台とした風刺小説である。2002年、イアンス・スチュアートが数学的な観点から小中をつけた、ザ・アノテーティド・フラットランド、エイ・ロマンス・オブ・メニー・ディメンションズが刊行された。現在日本で入手可能なのは、それを訳した、 フラットランド多次元の冒険である。フラットランドの主人公の孫娘、ビッキー・ラインが主人公の続編。数学だけでなく様々な物理学などの世界をめぐる、トルコ人写真家による時空がねじれているように見える写真。ブユクタ氏はフラットランドにインスピレーションを受けたと述べている。講談社より観光されたフラットランドたくさんの次元の物語の 表紙写真として採用されており、端末にも写真が収録された。物理学者であるカール・セーガンとスティーブン・ホーキングは、フラットランドについてコメントしている。セーガンは、自身が手掛けるテレビドキュメンタリー及び、書籍のコスモスにおいて、物理的宇宙の高次元の可能性を議論する際に、言及している。ホーキングは、二次元空間で生活する住民たちは、 平面であるため消化器官を持つことができず、食べ物を消化できないことを指摘している。カリフォルニア大学デイビス校の物理学者、ジェームス・スカー・ギルは二次元の宇宙で生命が存在可能かを検証した。二プラス一次元の生命の可能性に反対する主要な反論が二つあります。一つは三次元宇宙における一般相対性理論から導かれる局所的な 重力の欠如とニュートン力学の制限です。もう一つは平面トポロジーの制約は生物が存在するには非常に単純すぎるというものです。彼は計算により二次元宇宙でもスカラー重力場が存在可能であると示した。次に神経ネットワーク、つまり生物の複雑な脳について検証している。生物の脳は三次元上に存在し、 神経ネットワークは二次元上では機能しないと考えるかもしれない。スカーギルは特定のタイプの平面的な二次元グラフが生物に見られる神経ネットワークと特性を共通していることを実証した。このような二次元グラフは神経ネットワークのモジュラー機能に似た方法で組み合わせることができ複雑なネットワークを少数のステップで横断できる。 スモールワールド現象と知られるものを示すことさえできるテレビアニメスペースダンディのエピソード次元の違う話じゃんよ。主人公のダンディたちが住む三次元宇宙に二次元宇宙がワープアウトしてくる。三次元人の主人公ダンディ、その元恋人の四次元人のカトリーヌ、カトリーヌに恋する二次元宇宙の王子と次元をまたいだ三角関係が描かれる。ありがとうございます。